どうも、デッシーでございます。どっちだんぺ続きをやってまいります。今回が初めてという方はね、ぜひ前回の動画からご覧いただければと思います。かなり熱い戦いとなっておりますんで、はい、ではやってまいります。よくわかったぜよ。だが強いぜよ、やつらは。そんなに強いのか、そいつらは。陸王ダンペ、久しぶりだな。アルサキ賞の陸王トーマ、貴様、そんなに強いやつらなら俺も一緒に行くぜ。待て、貴様とは一度蹴りをつけないと蹴りが済まねえ。連れて行くか行かないか俺たちが決める。貴様らだけで奴らに勝てると思うのか。俺たちならどんなチームにも負けやしねえ。かっこいい。なんだと。貴様は言わせておけば俺たちだけでは負けるというのか。わしも力になるぜよ、ダンペ。一番冷静。よし、勝負だ、陸王。はい。来ましたね。坂本、攻撃力7。もうダンペ、スタミナが低いのか。ただ、この守備力は、でかいっすね。ずっといてくれれば、まあそれなりの。これどうなんでしょうかね。前回見てるとスタミナが逆になくなっちゃうと厳しいんですよね。最後ダンペが中にいるうちは中にいてもらって、先にユージとかタイガと、あ、でもそっか、先にヒットされちゃうっていう危険性もあるわけね。まあでも行くしかないですね。あれ、ユージとユイチが入らないですね。やばいね。これ二人いないと多分できない。あれ、6566、どういうこと。あと一人欲しいんすけど。7967666か。65、五十嵐外れるか。これでいくか。ユージ最後だな。これでいきましょう。アルサキ賞ですね。これでもう全チーム揃ったんじゃないでしょうか。陸王強っ。85-99パワーショットですね。もう倒すの無理じゃないですか、これ。小泉5876か。これは倒せそうですね。滝、まあ、これもまあ76なんでいけそうかな。角田76、守備はやっぱ低いと。三沢剣やっば攻撃力5。うわー、この2人入ってきたらもう狙っていく感じかな。とりあえず角田倒して、まあミスターこの4人ですね。とにかく倒すとしたら。なるほど、わかりました。ちょ待った、とりあえず
わからんからこれでいきましょうか。やべえ、陸王強。なんでなん、坂本ちゃん。よし、さすがや。いくぜよ。うわー、強そう。明らかにもう強そうっすよね。もう不良学校みたいな感じなんですよね、この荒崎翔っていうのは。名前から分かるようにもう荒っぽいみたいな感じでね。よし、でもこれラインクロス来るかな。あ、でも行きますか。倒しとかないとね。角だ。遊びはこれまでだ。お、光った。うん、スカイショット。お、取ったけどスタミナがだいぶ減りました。このチーム荒崎翔はパワーで押していくところですからね。ゴー、強そう。攻撃力9でしたっけ。よし、これは大丈夫。とりあえず小泉の攻撃だったら大丈夫なんで、パス防いでから、わからないんで、こに、呼んでいくか。とりあえず陸王にパス、おし、来た。陸王にパスされたんじゃたまったもんじゃないですからね、本当に。角田、これは運が良ければヒットできます。あそっか、そうっすよね。陸王にパスしてパワーショットですからね。よっしゃ、こっち、マイボー。よしよしよし、いいね。とと角田ちゃんをもうヒットさせとこう。ただラインクロスされる可能性もあるが、お、スーパー、そういう感じでやってくる感じですか。よし、これはいける。おっしゃ、先行ヒットで三沢ですね。次は多分三沢でいいんですよね。次三沢狙いで、これもう一回パスして、これもうスーパーでいいかな。これ分かんないからヒット1でやっときましょうか。うわ、やばい。よし、あー、でもそっか、スーパーは弾かれて次のカードいっちゃうんですよね。まあ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 、仕方ない。お、キャッチできないぞ三沢。やばいんじゃないですか、今のキャッチできないとなると。やばいですよ。右してこれでいいかな。これでクロスショットが出れば三沢もヒットできる。これね、ユージのショットで、くー、まあ荒崎翔パワーショット、さっき言ったあれなんですけど、パワーショットタイプで強いボールは受けられるけど、スピンのかかった軽いボールを受けるのが苦手らしいです。
で、その作中の中でもクロスショット、弟のユージが放ったシュートをそんなに強くないけれども弾いちゃうんですよね。それで気づいて、もしかしてやつらはみたいな感じで、受けるのが苦手なんじゃないか、軽いボールがみたいな、ね、それでヒットを増やしていって、まあ、リーク王とダンペイとの戦いになってくるんですよね。結局、結局って言っちゃあれですけど、よし決まった、OK、嵐が決め、わー、剣来た、剣来た、やばい、怖いわ、ちょっともう決めときたいんですよね、本当に。剣が今内野入って、この93、怖っ。ただ先にもう滝と小泉倒した方がいいのかな、スタミナやべえだろこいつらみたいな感じなんですよね。でも滝と小泉倒すとゴーが入ってくる、剣そうね、滝と小泉倒していくか。ちょっと待って、怖いな、でもラインクロスして攻撃しとこう。秋と小泉、この2人を先に倒した段階で多分時間切れで倒せるんじゃないかっていう感じだと思うんですよね。やるじゃない、取れ、よし、さすが坂本ちゃん、いいね、全然スタミナ減ないですからね。これラインクロスの可能性あるな。パスして、普通に攻撃するか。いやでもパスだな。あのオーバーパス、パスボールね、防御の時にパスボール回っ、防御の時にパスしかないとやばいですから、タイガ行っとく、嵐、あ、まあ嵐だな、よし、スーパー使わせてからの攻撃と、よし、ターキーが減ってきてる。陸王にまだね、パスが回ってないんで、この戦いができるんですよね。よし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 、いいぞいいぞ、いい感じで、ヒットでこんな感じかな。これもまた相手ビビってスーパー使ってくるんじゃない？ほら来た。これは勝ち。勝ちに、勝ちが見えてきました。ヒット7の攻撃。よっ。
まあこっからが本番とも言えますね。このハゲのね兄弟みたいなやつがどこまで強いかっていうね、坂本ちゃんがねなんとか受けてくれればいいんですが、とりあえずパスしてラインクロス使ってくるかな。スーパー使っちゃいますか。そしたらでこれでいいかな。とりあえず嵐でよし、あ、そっか、小泉、ここで小泉当てちゃうと大体もうこの剣豪陸王に回っちゃうのか。だったらしょぼい小泉残すっていうのも一つの手ではあるかな。5-5-5いくか。とりあえずちょっとやっとこう。どんぐらい削れるかっていうのもちょっと守備力3ですからね。おお、あ、これいったな。5-5やばいね。5ヒットできるわ。もうこれ勝てる。結構大差つきましたね。よっ、これはもう大体勝ちがほぼ見えましたね。これはちょっと待って、7-1ラインクロス、これでいいんじゃないでしょうか。あー、でもこれスーパー使ってくるか。そしたらスーパーかな、もしかして。お、勝ったお、曲が久々に、もうちょっとで終わりますよ曲になりましたね。これはよし。でラインクロスでマイボールです。読み通り。いや、ちょっと坂本土佐アタッカーズ戦がねちょっと熱すぎてっていうかやばかったんで、ちょっとあんだけ調子こいでて荒崎翔やばいっすね。これはいいかな。そしたら、あ、でもちょっとカードが悪くなってきましたね。剣いっときますか。そしたら、あ、やっぱ守備弱いっすね。剣と5をいったのがもしかして正解、逆に正解だったかもしれないですね。これはが弱いとやっぱ取れないんですかね。これも原作に沿ってるみたいな感じなのかな、もしかしていいっすねこれ。必殺が出ない。ちょっとパスやっとくか。嵐に回しましょう。かっこいいっすねやっぱね。絶対モテるわこれマジで。おっと、頑張って取った剣が、取ってからのパス、やばいぞこれは。絶対スーパーマックス取ってくるからね。ラインクロス取っといてよかったっすねこれ。で攻撃のこれでいいかな。絶対絶対もスーパーっすから。オーラ来た、行くぜ。ボールをひねり潰して力で吹き飛ばしてやるパワーショット。強そう。こんなんとまともに戦ったらね、体いくつあっても足りないですから。行くぜよ。あくまで冷静の坂本ちゃん。よっしゃ、やばい。これなんすよね、陸王一人になっちゃうと
ずっともうスーパーっていうだって999ですからね。ディフェンスも9ですから、それはやばいっすわ。うわー、そういうことになりましたか。大丈夫？嵐が削られていく。ゴーも攻撃力強いですからね。あ、これは大丈夫ですね。安定の坂本ちゃん、あんだけ必殺ってもね、ビクともしませんでしたから。前回の試合はパスは取っといて、攻撃からのでいきましょうか。肉をなんか打っても絶対取られますからね。でさっきのスピンボールの柔らかいショットが取れないって陸王にも打ったんですけど、陸王はそれをねじ伏せて、もうボールを両手でバーンってグーで潰して、強大な力の前ではこんな小細工は通用しないぜみたいな感じで受け止めたんですよね。まあそれもね、一理あるんですよね。やっぱりすごい攻撃の前には何の意味もなさないというか、そういうもんなんですよね。これパスしてくるだろう、ほら来た。だがラインクロスでマイボールです。はいと。で必殺、あ、次必殺か。どっちにしろ必殺ですよね。陸王は小泉決めるぜよ。おー、取ったけどスタミナが削られた。よし、残り1分半。まあ決してね、荒崎翔もね弱いわけじゃないんですよね。たまたま運が良くて今回この結構大差で勝ってるっていうだけでっていう感じです。あー、やばい。おお、でもやっぱりスタミナは削られると。これ多分陸王仲間になると思うんですよね、これで今まで通りのあれからすると。よしこっからが本番みたいなところありますけど、倒せるかどうかですよね。やばやばい、これ大丈夫かこれ。これ1分以内に5人とかやられねえだろうな。いくぜよ、やっば。いくぞ、取ってくれ。よし、しょぼいやつに回った。やばい、でも陸王の弾取れないっすね。これ取れる、 OK。 よし、高山見せたれ。誰を狙うかって、一人しかおらんから。ガーッ、スイッチショット。全然スタミナ入らない。最強やな、これもうほんと最強っすね。これはいける、よし。この野郎、ちょっとは削れろ。強いはい、ということで作戦勝ちしました。
ありがとうございます。あー、田崎賞ありがとうございました。ということで、なんとか勝てました。ただ時間がもうちょっとね、長引いたら危なかったと思います。ご視聴いただきありがとうございます。テッシーでした。失礼いたします。